ローソンで買ってきました。福岡天神麺屋金虎監修濃厚つけ麺あつ盛りです。これはレンジでチンをするようです。あとは鮭鮭ハラミのおにぎりと味付け卵買ってきました。で、唐揚げくんも買ってきてます。レンジでチンをしました。めっちゃ湯気が立ってますので、こう曇りますね。一瞬で曇ります。で、これが何節かわからないですが、カツオかイワシか何かの節かわかりませんが、すごいいい香りがしています。では厚盛りのつけ麺いただいてみます。それではいただきます。ゆで卵も皮を剥いたので入れます。具、このつけ麺に入ってる具はこのメンマと鶏肉かな、この鶏肉と若干少なめです。まあとネギね、ネギが入っています。やっぱこの魚の節の香りがものすごくいいですね。こちらが麺です。普通の太さとしては普通の麺ですね。でちょっと黄色い麺です。スープと絡むとこのような感じです。めちゃめちゃスープに絡んでいるような感じですね。すごく美味しいです。この原材料のところにサバ粉、煮干し粉って書いてるんですよ。カツオだし入りゼラチン、まあこれスープの素ですよね。でチャーシュー味付け麺、まあ、ネギ、サバ粉、煮干し粉なので、煮干し粉っていうのは何の魚の煮干しか分かりませんが、サバ粉って書いてるので、まさにサバの香りがすごいんだと思います。ものすごく美味しいです。一味か七味が入ってたんですけど、一味かな、七味が入ってたんですが、それを入れているのでピリ辛です。最初は入れなければよかったなと思いましたが、このサバ粉の香りから想像する美味しさなんですよ。このサバ、想像できるすごく美味しい味なんですが、後味としては甘みがきます。それがまたさらに美味しく感じますね。とても美味しいです。おにぎりも食べてみます。この焼き鮭ハラミおにぎりは今まで何回も買ったことあるし、ずっと前からあります。すごく美味しいですね、このおにぎり。このシリーズ、イクラとか、僕買ったことあるイクラとこの焼き鮭ハラミだけかな。とても美味しい、高いですけど美味しいおにぎりです。チャーシューを食べてみましょう。ちょっとすごいちっちゃいんですが、ちょっとちっちゃいのが残念なんですけど、肉の甘みもして美味しいチャーシューだと思います。ただこのちっちゃさは本当残念だなと思いますけど。で、メンマです。普通のメンマだと思います。本当にすごく美味しい。これはびっくりしました。ここまで美味しいと思っていませんでした。で、セブンイレブンと麺屋富田の監修のつけ麺がめちゃめちゃ美味しいですけど、
まあ、僕的には味変がついてるより前のやつの方がめっちゃ美味しかったと思いますが、それが最強だと思ってたんですけど、まあ、96点ぐらいかなと思います。あのつけ麺がこれも同じぐらいの点数だと思います。96点、こうおつつけがたいと思います。すごく美味しい。この麺をすするたびにサバの香り、あと甘み、めちゃめちゃきます。一味は入れない方が良かったなと思いますが、それでもすごく美味しい。卵、これは別で買った卵ですが、いただきます。ローソンの味付け卵はとても鮮やかなオレンジ色をしています。麺にスープが絡むというのを計算されて作られた麺だと思いますが、麺はもちろんこだわって作ってらっしゃると思うんですが、こんなんて言うんですか、スープ、つけ麺のスープ、これだけを別売りしても売れると思います。味を知っていればすごく美味しいので、このスープだけで瓶に入って、まあ、コンビニに行く人が一人暮らしの人が多いとするんだったら、まあ、小分けの袋のスープにしたり、使い切りのパックにしたりして、瓶とかボトルで売るんだったらちっちゃめのにしたい、売れば売れるんじゃないかなと思います。でもやっぱコンビニでは売れないかな。スーパーとかで売ってみてもいいんじゃないでしょうか。本当にすごく美味しいスープだと思います。でこの容器にたっぷり入ったんですけど、スープは麺にとにかく絡むので、もうこんだけになってしまいました。見えるかな、こんだけしかありません。よく麺に絡むスープでした。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。